刑事告発する。徹底的に糾弾するから覚悟しておくんだ。それだけ。どうかそれだけは勘弁してください。どうか刑事告発だけは。どうも分かっていないようだな。全てを失ったのだ。銀行員としての将来、父親としての信頼。もうやめてくれ。お願いだ。許してくれ。店長の奥様はお見えです。いえ、何しに来たんだろう。すみません、お仕事中に突然お邪魔して。東京に戻ったんじゃなかったか。帰る前に差し入れようと思って。こちらは融資課長の半沢君だ。あなた、花さんからお話を伺っております。いつも主人がお世話になっております。主人のこと、よろしくお願いいたします。もういいだろう。今大事な話の最中なんだ。本当に、どうかお願いします。こんな人ですけど、本当に、どうかよろしく。よさないか。お仕事中ね、すみませんでした。すまなかった。なぜ謝るんです。あなたのことを本当に心配している。いい奥さんじゃないですか。だがあなたはそんな家族を裏切った。だが妻は家族だけは傷つけたくないんだ。だからどうか告発だけは勘弁してください。